先輩、ペットボトルから雫が垂れちゃってますよ。拭いてあげます。いいダジャレだと思います。戻ったら愛さんに教えてあげましょう。あ、でも買い出しの帰りに寄り道しちゃったことバレちゃいますね。やっぱり秘密に。あれ、何か聞こえませんか？はい。あれって、ああ、一人芝居です。世界に引き込まれてしまいました。だけどどうしてこんなところで一人芝居をしていたんでしょう。そういう公演の予定はないはずです。でもあのお芝居は練習なんてレベルのものではありません。観客が私たちだけなんてもったいないです。